マケドニア側の景観渓谷より見る遠方の滝コラプ、プ、滝コラプ3の景観。コラプ3はアルバニアとマケドニア国境に位置する両国において最も高い山である。シャルサン地に隣接し、マケドニアの国章にもコラップ3が描かれている。2011年、アルバニアはこの区画を国立公園に指定した。コラプ山脈はシャル3地南西のアルバニアマケドニアコソボ三国の 境界付近に位置し、ブラックドリン川の下流部と支流のラディカ川に挟まれた南北方向に40キロ以上広がる山脈である。山頂はアルバニア・マケドニア両国の境界をなし、中央山海は岩海として主にペルムキマイナス3上期境界の激しく損傷した石膏と古生代の結岩と石灰岩からなる。山の北側はゴツゴツした岩で構成され、 西側は岩壁の急斜面となっている。南東へと伸びる岩両帯に広がる草原は羊の放牧に利用される。コラップ山頂に加えて2番目に高い峰でほぼ同じ高さに達する標高2756メートルのコラップ2がコラップ山頂より北西へ150メートルのアルバニア領内にあり、さらに同じ尾根の上に 標高2700メートルを超えるコラップ3等の福峰が存在するなど、双子の峰の北側には、ほぼ等しい高さを持つ多くの無名の峰がある。約2キロメートル南西に、標高2727 27メートルのコラップゲーツ峰と、その数百メートル南には、わずかに低い標高2718メートルの別の峰がある。マケドニア側のラディカ渓谷では、 山頂部のブロック状の岩海が放射状に所々裂かれ最大で標高差500メートルに達する急斜面を見せる。岩海の上は2000メートル級の高地気候で高山植生が広がる。そこから渓谷へと落ちるコラップ滝は落差が130メートル以上あり、雪解けの季節にはマケドニア国内最大の流量に達する。マケドニア側からの登山には 内務省から発給されるアルバニア国境領域への入域許可証が必要とされるが許可を受けずに登る者もいる周辺には2000メートルを超える峰を複数持つコラプ3階には主に2つの峠があるアルバニア側から山に登ることに対する形式的な規制はない近年における地域の治安は安全で安定している ふもとのラドミラ村まで車で行くことができるが、路面の状態は、車高のある四輪駆動車が必要とされる程度で、良好ではない。最新の正確な地図がないため、現地での道案内に苦慮するほか、登山者は夜剣から身を守る必要性が生じている。マケドニアの首都スコピエで、毎年9月には、コラップ山岳会によって、国際的な探索登山が計画される。 ありがとうございます。